どうも、ゾンビです。はい、ということでね、今ね、気まぐれクック金子さんとコラボしにですね、辺境の地まで来てるんですよ。で、ちょっと、今から行くんで、ちょっと差し入れみたいなのあるじゃないですか。手土産。手土産ってあるじゃないですか。ここで一発ドッキリを仕掛けていこうかなと。はい、こちら。ディビン。ミスタードーナツ買ってきたんですけども、中にカスタードクリームがたっぷり入ったドーナツあるでしょ。あれの中身を今から全部マヨネーズにすり替えたいと思います。食レポ対決みたいのをやろうって言ってあるんですよ。で、偽企画やって、買って食った瞬間全部中身マヨネーズっていうドッキリを手始めにねやっていこうかなと思っております。はい、ということで全部吸い終わりました。まあ金子さんといえばね、魚はさばけるけど、果たしてね、このドッキリのリアクション、こちらをさばいていけるのか、いくぜ、ファイヤー。はい、ということで、さっきより超ふわふわになってる。皆さん、この入り口ね、マヨネーズたっぷり入っております。じゃ早速仕掛けていきたいと思います。せーの、デリッシュキッチン。どうも、バンビです。金子です。はい、ということでね、まあユニット活動1日目ということでね、まあ食といえば食事レポート、こちらをうまくいかに表現できるかで対決していきたいと思います。デリーン。こちら非常に珍しいドーナツ屋さんで、ミスタードーナツって知ってます？だわかんないっすね。だわかんないっすね。だわかんないっすね。こちらの美味しさを今から食レポで2人とも表現していきます。やっぱ得意分野だけではなく、何を食べてもこれは難しいよ。でも出た。じゃあ早速やっていきますか。最初グーじゃんけん、はい、はい、行こうぞ。よっしゃー、先行で行こうかな。先行で、まあ、美味しそうに食べて言うと。感想、面白さ抜きでいいんだ。面白さ抜きでいいです。いかにリスナーさんに美味しさが伝わるかっていうのが重視。今多分これ深夜で見てる方もね、いるかもしれない。グーグーですよ、なんか、ね、じゃあちょっといただきます。おっと、このね、はい、もっちもちのドーナツの生地に、ドーナツの生地に甘酸っぱいストロベリーのチョコレートがコーティングされてて、はいはいはい、うまい。最後はシンプルに。じゃあ僕いきます。見てください、この円周率、こんなに均等なドーナツ私見たことがありません。見た目もね、まるで宝石のようなね、数珠、手につけたい、なんなら手につけたい、もうね、アクセサリーにしたい。はい、ということで次いきましょうか。もう伝わったでしょ。食べなくても伝わってねえよ絶対に。じゃあ次これフルンチクローラー。ピーだよ今。うまいよこれ。これいいっすか、ピーで。ほんとに当たりますよ。何のお見企画。何やってんだろう。まあ最初ゲスト、なるほどなるほどなるほど、ここで決まるみたいな。まあそうですね、一番ガッといってね。実際これすげえ好きですから。俺これ俺もめっちゃ好きです。めっちゃ好きです。カスタードたっぷりやつ、マジ好きっす。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。はい、じゃあ次これ何て名前したっけ。いっぱい入ってるやつ、まあ、やつ。これこれ見てくださいよ、このこの生地のこのカスタード。いただきます。いただきます。人生で初めて生クリームをあんなに口の中に入れた。生クリームじゃない、マヨネーズ。そうだそうだそうだ、マヨネーズマヨネーズ。でもびっくりした。そうだ、カスタードと思ってこう食ったからもう脳みそが処理できんくて。なるほど、そうだよな、そうだよな、そうだよな。こんな弱い企画しねえもんな、実は。はい、ということでドッキリ大成功でございます。本当にやられた、これ金子さん初じゃないですか。ガチでドッキリやられたの初です。
しかも本当のやつじゃないですかこれ。綺麗にハマった、綺麗にハマった、綺麗にハマった、本当にハマった、マジでピチピチの駐車場に綺麗に車入れたので、ね、いやでもこれはうまいわ、これはやり方がうめえわ。本当にカスタードにしか見えないですよ、これ全部マヨネーズですからね。ドアップにして俺割った時あれやばいと思って、やばいと思って、やばいと思った、匂いでバレるかなと思って、あーパッて開けたから、そしたらでもジュルジュルジュルって言ったから熱っで、最初いきなりリアクションしないで味わってるから、でもおしゃれ勝利だ。いや、やられた。はい、でもね、初のドッキリ大成功ということでね、まあユニット初の活動としてはね、いい映画撮るだね。一応弟子なんだもんね。弟子です、弟子のいたずらなんだ、弟子の可愛いいたずら、まあ弟子の可愛いいたずらも笑って許せる師匠なんだけど、そういう話ですよね。心がね、広い、広いね。はい、じゃあね、はい、今日はドッキリにかけられたと来ましたら、おお飲み物をこちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀のネーム。いよいよ訳分かんない、意味分かんないですよ。いただきます。くぅーうめぇいやー、ほんとにうまい。はい、とね、明日からね、いよいよちゃんとした魚の修行に入っていきたいと思います。はい、ということで、まだまだ他にも動画たくさんあるんで、関連動画や僕のチャンネルからぜひ他の動画を見てください。高評価とチャンネル登録お願いします。高評価とチャンネル登録お願いします。ってことで、また会いましょう。またな。いやー、でも企画力上手いですね。そうか、そういう風にやるんだ。やっぱ YouTuber さんすごいね、でもやっぱ。